中原智成は、日本の指揮者。シンホニエッタ静岡芸術監督、指揮者。1973年3月1日愛知県小牧市生まれ、静岡県八重洲市に育つ。フランスにジョン音楽院指揮官にて、ジャンセバスチャンベローに指示。1993年からはフランス及び日本において、パスカルベロのアシスタントを務めた。 1996年23歳という若さで、名門フランス国立リオン、還元楽団定期演奏会、グルノーブル音楽祭に、同還元楽団史上最年少指揮者としてデビュー。フランス国立ペードラロワール還元楽団、ザルツブルクモーツァルテウム還元楽団において、ユベールスーダン音楽監督のアシスタントを務めた。モーツァルトとフランスの近現代作品を専門とする。 2002年、帰国。アーティストの招聘や、演奏活動、マネージメントを始める。2005年7月、アンディデュ・ティーのバイオリンと還元楽のための野奏曲、スールルメーム・アコードの日本初演を行う。2005年11月、シンホニエッタ・静岡を創設。ラジオのクラシック音楽のパーソナリティを務めたほか、学校、公民館、企業での講演など、 あらゆる世代に向けたクラシック音楽の啓蒙活動も行っている。その他、第24回国民文化祭静岡2009、静岡県企画委員、藤枝市民会館リニューアル工事の設計にも携わった。ありがとうございます。